逃げないしょげない。おやさい。はい、今回の動画は、一番地に星の旅プププな新生活行ってきまーす。久々のサンリオチーカー以外の動画になります。今までこれが、基本スタイルだったのにね。そうだね。いやー、ワイルスチャンネルどうしてたんでしょうね。線変更かなりしたね。そうですね。まあ、それでも見続けてくれてるね、視聴者さん、本当にありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。はい、カービィのピンボールってのやってたんだけど、はい、デデデダを倒しても、うん、またボス復活して、もう一度デデデダを倒せっていうミッションなの。なるほど。エンドレスなんだ、あれ。またかるのね。そう。答えは見つかりました？全然見つかんないんで、はい、中古ショップで売りました。はい、今回のね、ラインナップがね、めっちゃね、可愛くて豪華なんよ。はい、それでは、映像から行きましょう。新生活もまんまる。ひらがなすぎて。そう、読めないね。本当にシンプルで、まんまるなぬいぐるみのね、カービィですね、これね。はい、約32センチ。まあまあ大きいですね。はい、続いて B 賞が UFO カービィライト。これなんとね、UFO カービィの能力を再現してるね、フィギュアなんだよね。めっちゃ良くない？いい、これ。モノレディがいい表情してるね。そう、困っちゃってるよね。そうなんだよ。しかもライトをつけると、なんかワードルディがライトアップされるのかな、これね。これやりたいなぁ。やったやった。続いて新章のいつでもお助けマスコット。ね、これカービィめっちゃさ、口開いてるなと思ったら、これなんと、マグネットでクリッパーがつく。ね、実用性もあるっていうね。で、しかもワードルディもスターを持ってて、その上に小物が置けるっていうね。続いて D 章が満腹、フェイス、マグカップ。はい。この顔、おなじみだよね。前もグラスであったよね。この顔、既視感ありまくりなんだよ。で、E 章が素敵なタオルコレクション全部で6種類。これはね、フェイスタオルとハンドタオルがありますと。続いて F 章がどこでもお手伝いラバーセレクション。これがなんとね、全5種で、コースターとコードホルダー、キーカバー、コードグリップと4種類あるのね。これ全部ね、実用性がある小物になってますね。で、続いて G 章がおしゃれなステーショナリー。これが全5種で、メモ、リングノート、クリアファイル。で、ラスト1章です。今日もお昼寝、カービィ&エフィリンのぬいぐるみです。ちょ、待って、俺ね、エフィリン、これ、ちょっと、ごめん、わかんない。いや、僕もわかんない。あー、二人もわかんなかった。ちょ、わかる人いたらね、調べろって話なんだよ。調べましょう。C 章から G 章まで、全部選べます。ランダム要素なし。いやー、もう素晴らしい。そうだね、安心できる。で、今回ね、もうレオナがとにかく B 賞、これを一番もう欲しいって言ってました。ただもうレオナはね、ワドルディ大好きなんで、 C 賞のマスコットのワドちゃん、他会賞にもね、いっぱいワドルディいますんで、まあ、とにかくワドルディを回収したいと。ダイスも一番ね、ちょっと B 賞これが欲しいです。僕はですね、 C 賞いつでもお助けマスコットのカービィ、うん、これぜひ職場で使いたい。なるほど。で、待って、知り合いがですね、 D 賞のカービィのマグカップ欲しいって言ってるんで、あー、なるほど。で、これも狙っていきたいと思います。はい、というわけで今回はとりあえずね、みんなで1万円分引いて、そこからはどうするかっていうのを考えたいと思います。何かしらね、上位賞をできるだけたくさんね、引けるように全力で頑張って引いていきましょう。あえて通り部を引くっていう、なぜだよ。だってほら、通り部持ってきてる。持ってきてる。なんで、どうしてって。割引よし、大ヨロ。あ、カービィの色するやん。なんかさ、一番くじ久々じゃない？このくじ券見たのめっちゃ久々な気がする。最近サンリオばっかだったから、この硬さのすごい安心感がね、懐かしい、うん、ってことはこの音も、めくる音も久々なんじゃない？タイヤロディー、うん、いきなり違うじゃん。そう、マジでやったよ。いいとこ引いたね。 G、まあ、ね、一瞬 C に見えてヒヤッとしたわ。やばいよ、ちょっと待って。始まった。あなたのフラグ回収し始めてんだけど。おい、あ、いい、タオル、いいよ、いいか。最初で、ほらよ、最初で一気にコウモリ、一気にコウモリ、おお、ぬいぐるみじゃん。回収したね。気持ち変える。よかったじゃん。うん、もっと喜べ。B 賞ください。あ、そっか、 B 賞欲しければ全部買えってこと。そう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 、ずっと気になってたさ、これ、これが気になってたから。あ、裏面になってるから。そう、裏面が発見されました。あの、ばっちゃんによく言われてた。あ、裏面ないわ。ありがとうございます。お、真剣に選ぶね。本当に欲しいんだな。まあ、B がそうね、一番可愛いもんね。そう、あ、なんだった。ワドルディめっちゃ可愛い、いい表情してるもん。そうなんす。ほら、表情気になって見てる。わー、 B どれ、どこにおる。あ、占いだから、これちょっと気になるな。こんな違うんだよな。
って思うじゃん、はい、じゃあこれ最後にしてみようか、ね、なるほど、じゃあ君からいきましょう、はい、G 安定の G ね、いいですね、上がってきてるよ、上がってきた ACD、 いいってことは G 下がって上がって下がってからの F 上がるじゃん、ダメこれ、そうね、割と出やすいところだね、タオル D、はい、ちょっと待って、はい、D 以上1個は欲しいよ、やばい、あ、でもこれほら、あ、なるほどね、そう、とっておきの、そっか、これよ、さすがワイヤさん、はい、ジェーじゃあラッサンで、ラッサン、いらっしゃいただきます、はい、よろ、よし、かつてないぐらいのプレッシャーを感じている、上位だと BC が出てないんで、そうね、そこを出したいところね、はい、どうぞ、いきます、形はやっぱ多いね、そうね、よっしゃー、うまい、さあバラーッ、すげえ、十分十分、ありがとうございます、いいよ、はいよ、選べ、選ばない、選ばない、はい、終わり、え、あー早いね、もう選んだ、早っじゃあ動画の人いいでしょ、欲しいな、タオル F、うん、だこれ G じゃね、いやいい、そういうこと言わないで、んえマジすげえ、強い、そう、最後で ありがとうございます、うん、B は出なかったけど、うん、なんか助かった、いい終わり方できた、助かった、でかっA 賞と C 賞引いて B 賞、あねえ回避しちゃったね、そうだね、はい、まあ非常にちょっとね悔しい結果にはなってしまいましたけど、まあそれでもね、うん、上位賞ちょっと引けたと思うよ、うん、そうだね、うん、でしかも A 賞もちゃんと引けたから、うん、ね、あとゆっくり転がそう、そうだね、意外にすごい丸くてこれワンチャンありじゃないかなと思い始めて、うん、なんかリアルピンボールできそうな形してもでレオナもねしっかりね B 賞一番欲しかった B 賞ではないんだけども、これも十分狙ってたんで、本数も少ない中でよ、しっしっかりお迎えできました、ワドちゃんね、これ可愛い顔してるな、本当にな、まあ、ランダム開封ないんで、うん、普通に商品紹介になるんで、はい、あとは俺たちのそのモノボケとかね、そういうところがねきっとね視聴者さんにとって試されるところだと思うんで、そうですな、全力で、今俺ハードル上げた、もしかしてかなり上げてる、前まず G 賞からなんですけども、全部ね物が違うの、うん、これクリアファイルなんだけど、これね、これなんだよ、これなんだね、これなんだよ、すごいね、あ、クリアファイル2枚セットなんだね、デザインがこんな感じ、あ、シンプル、あ、かわいい、ね、背面になってて、ね、裏面、おお、で急な敵キャラよ、デレートメタナイト、はい、こっちがステージの画面になってます、はい、でカービィにスポットライトが当たってる状態で、なるほどね、で表面は結構にぎやかなんですが、裏はすんごいシンプルシンプルだ、そうなんだ、ね、ブルースクリーンになっちゃったね、そうだね、バグっちゃったのかな、あまり見たくない画面だねやばい、データ消えちゃったかもしれない、あれ恐る恐るプチってな 0% こっちは釣りしてるカービィで、この敵キャラもお魚の天敵キャラになってます、うん、裏がね、レオナシーン、ちょっと待ってこれはレオナ知らないんじゃない、そう、これすごいシュールでかわいい、天津飯飯テロをやめなさい、ついお腹減ってんだよこっち、あ、本当に、うん、分かったよ筋肉、なになに、ちょっと潰れたごま団子あげる、ありがとう、今食ってもいいよ、いやいや、さすがにちょっとね、あの全部仕事終わってっからさ、仕事って言っちゃったわ来ました皆さん、筋肉がね、あの YouTube のこの活動仕事だと思ってるそうですよちなみにワイヤスも仕事だと思ってますなんかないよ、そうやって人に感謝される、人に喜んでもらえるね、うん、仕事って別にいいんだよ、そうやって自分がね、ちゃんとこうやりがいを感じ、うんうん、仕事のやっぱ一番大事なところってそこじゃない、自分のやりがいを感じられてるかどうかだと思うよ、そうです、はい、リングの音です、はい、イラスト表裏こんな感じでね、裏面かわいい、これ転んじゃってんのかな、ね、かわいい、かわいいね、いちいちわだめてかわいいな、手上げちゃってるし、じゃん、何にもない、超シンプルまあ指示が細かいなんかマス目みたいなのがあるんだけど、なんとこちら、はい、
全部そんな感じです。だからあの本当に実用性を重視した、うん、はいものになってます。これ個人的に好きっす。はい、好きっすって言い方良くないね。女性視聴者さんが多いから、はい、好きです。はい。言い直した。さあね、大事だね。うん、編集でなんとかなるかな、これ。編集で、ね。頑張れよ、アイエス。もうこれノーカットでやっていいんじゃないか。続いて、半分折りメモ。はい。まあ、シンプルなカービィ、裏面何もない。うん、開きます。はい。かわいいな。はい、簡単にちぎれます、うん、これ半分に折って、うん、まあ、ここにねメモ書きして、ほら半分とかこれ立てかけられるじゃん。だからね、ここにね、ほら中古ショップで売らないでとかさ僕だけに当てたメッセージやんそれ続いて立体メモ。はい、はい、どの辺が立体なのかと言いますと、うん、これなんとこう立ってますと、うん、これが立体ということですね。なるほど、すごいよ。これもうゲーム画面そのまんまじゃん。でもってこれで終わりなのかと思いきや、はい、ここペン立てになってるという。え、マジか。そう、すごいね。鉛筆とか立てとけばもうここすぐメモできちゃう。うわ便利。薄すぎてさ、どっちが表か分かんなかったそうね。はい、続いて F 賞のラバーセレクションですね。こちら両方ともレオナが選びました。まあそうね、ここはもう鉄板でしょう。はい、こちらはラバーコースターということでね、まあチェーンも何にもついてない、まあコースターなんでね。ただまあね、皆さんなら分かるでしょう、コースターとして使わないんですよ、こういうのはやっぱね。飾ります。はい、めちゃめちゃ可愛いですね。でこれがね、なんだっけ、コードホルダー。だからまあイヤホンとか充電器とか分かんない、まあそういうコード系をねぐるぐる巻いて使えと。だからこの周りがねカクカクしてんで、角張ってんでね。はい、というわけで、ね、今から、筋肉を巻いてみたいと思います。僕巻くの。はい、続いて E 賞のタオルコレクションですね。まずはハンドタオル、こちらの3種類選んできました。はい、懐かしいね、もう特にこれね。で気になるのはこのね、こっちのねロングタオル。はい、はい、これね2種類ともお迎えしたんで、これちょっと開けてみましょう。はい、意外とあら短いね。短いね、ロングの中でも。ああ、なるほどね。ここに裏面ボタンがあるわ。だからあれだ、鉄の棒にこれ引っ掛けるんだ。鉄棒に、鉄棒に、鉄棒に、あの公園の鉄棒に引っ掛けちゃダメですよ。いやでもめっちゃよくない？いいね、うん、これ2つ並べて飾りたいね。かわいいな、ね、めっちゃいい。なんか意気投合した感じでポーズ一緒だもんね。うん、でも下の部分がねちゃんとねキャラクターの形にね沿ってこうかたどられてるのがね、そうちょっとねまたいいですね、うん、はい、でーん、はい、続いてD 賞はマグカップ。はい、カービィですね。カービィで選んだ。もうよかったじゃん。これ頼まれたやつだっけ。さあさあさあ、ねえ、頼まれたやつちゃんとピンポイントでよかった ね。なんと D 賞、ロット内に2本しかなくって、はい、でカービィとワドルディ1個ずつだから実質ロット内1本しかないっていう選べてよかったねってあるよね。これ2個しかなくてランダムですって言ったらもう2分の1は当てるしかないあー、個人的にはそれ見なかったわ。いや勘弁してくれ。飲み口のところがだんだんすぼまってるようなデザインになってるので、まあこぼしにくいデザインになってるのかなと思います。なるほどね。でただ右手で持つと自分の方にカービィの顔が振るので、はい、相手の方に向けたいんだったら左手で持った方がいいですね。あ、右利きからしたら、うん、自分か、見つめ合って飲むのか。見つめ合ってこういう風に。どうですか、どうですか、照れちゃうちなみに素材は陶磁器になってます。はい、遅くない？何やってんの？なんかね、セロハンテープはね、うん、反抗期を迎えている。セロハンテープが YS さんに対して絶対剥がれるもんかと。おい、やんのかてめえ。いや待て。はい、お疲れ様でした。はい、どうもどうもどうも。はい、めちゃめちゃ可愛い。本当これ、はい、一周、はいはいはい、はい、まあね、カービィもワドルディもすごいシンプルなんで、はい、裏返しても、まあ、まあ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 、足、あー、これね。はい、実際にこの口のところにこのキーチェーンをつけてみたいと思います。おお、なんでもう吸い込む星のカービィワドルディ、ね、これもちゃんと活躍しますから。ここに丸いくぼみがあるでしょ、うんうんうん、はい、ここにちょうどいいもの、筋肉持ってた。はい、アルコールスプレーどうですかびっくりするぐらいぴったりなんだけど本当だ、すげえ、ほぼもう動かないもん。ジャストフィットだ、すごいね。このために作られたのかでは最後 A 賞です、いきましょう。はい、もうずっとスタンバってるからね後ろね。まだかまだかと、いけダーン、でかいでかいねではね、ちゃんと作り込みはしっかりしています。この丸ほっぺのところもしっかりしてるし、うん、ここの足のところに今回のくじの、タイトルが刻まれてるんですね。ぷぷぷな新生活星ちゃんと最後もね、さすが星のカービィだから ね。で素材感もね、すごいもちもちした感じがして、うん、癒されるこの触り心地。柔らかい、柔らかい、あーいいね、あー、いや本当に
この形があってこの柔らかさがあるからこそいいね。これだけ見たらさ、かわいい流れてそうじゃん。あ、桃か？どんぶらこっこ、どんぶらこっこって。で、ちょうどなんか縦線入ってるしね。入ってるね、切り込みがね。で、お尻ー。あーおえ、ノースリスクおいえ、でっかいノースリスクあんだけど。え、なにこれ違うんだ。え、欲しい。欲しいじゃないよ。欲しいこれ。急に欲しくなっちゃった俺。これ、お尻はこうだけど、頭どうなるっつったら。うわはいというわけで、今回の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。毎週のくじ動画たくさん投稿しておりますので、ぜひ好きな方、下からチャンネル登録と高評価、Twitter、フォローで応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃっ。今日よりも眩しい明日があるはず。世界はよ